どうも、えー、ボビー・アトレザーのボビーです。ねえー、今日は、えー、12月23日ですよね、えー、水曜日、ねえー、第113回目のですね、えー、ライブ配信となりました。それではオープニングムービーをどうぞ。 ボビー・アトレザーのボボビビーーでですす大阪のですね、えー、ボビーアトレザーのアトリエからライブでお届けしております。ほ、ねえー、本当にもう年末っうかもう気分はねクリスマスっぽかったですね。あの平成時代はですね、えー、の30年間、えー、毎年ですねあのこの日はですね祝日だったじゃないですか天の誕生日で。ねえー、だからもうほとんどあのクリスマスがもう ね、23日以下、まあ割とクライマックスに毎年行ってたようなそんな気がしますねこの、うん、なんかそういう時にいろいろマックスになったような気がしますねでも12月25日やったら大体あのケーキとかでもねあの、まあ、僕ら梅田とかでいたんであのね、えー、リーズナブルにケーキが書いたりとかしてましたけどねうん。まああ はねなんかあの今年もまあ去年のね令和になってからはね、えー、23日は23日って感じで何かね1223ですよね。うん。でまああのー、よくねまあちょっとょ調子がああ体のこう30年間慣れてましたんでね <laughs> あのええー、って感じになりますけどねまあまああね僕子供の頃言うたらもうおどちらかというと。 クリスマスマやっぱり25日でしたね、うん、25日ぐらいはだいたい子供の頃は冬休みでね、えー、まあケーキをね囲んで、えー、まああの兄弟をたくさんいたんでねで、まあ、父親がですね、えー、もみの木多分あれもみの木なんだろうねあの山から木切ってきて床、えー、の間に和室の床の間にですね、えー、あの切った あのそういう三角のねの木をです、ね、バーンと置いて <laughs> あのどなんかい足元はあのえあのテレビでとかあの絵本で見たらこう,、ね、こうバケツじゃないけどこう、ね、あのテラコッタの穴にの上に薬があるという,う、ね、意識がイメージがあるけどじゃなくてなんか足元はなんか,あのいなんかこう <laughs> あの倒れんようにしてましたね。うん うちの場合は、ね、でまああのクリスマスツリーの飾りもそんなに、えー、田舎だったんでねないんで、えー、綿をですね <laughs> ちぎって今思ったらむちゃくちゃな何 <laughs> とも言えん、えー、飾り付けをしてましたねと <laughs> も床の真ん、ね、あの照明も当たらず暗い感じでね。でまあ 当時はですねあの僕はまあケーキのケーキがあんまりとそう当時は子供の頃は得意じゃなかったですねあのスポンジのこところとかあとバターケーキやったんでなんかこうテンションが上がらなかったんですけどね、えー、これはあのなんかバターケーキのお時代が共有できる人は見てないかもしれませんけどだからもう生クリームが中学ぐらいの時から生クリームのケーキをおあの。 出会った時の衝撃は未だに忘れませんね、えー、アマンデって言ってね、えー、ケーキさんがあ今でもあるんですけどね、えー、そこのおーケーキを食べた時の衝撃、ね、それまではやっぱ和菓子屋さんで、えー、ケーキをね買ったんでバターケーキでねバタークリームですかあのちょっとあのー、今もうさっきもう,こ,う,こ,うこの年齢になるでしょで今食べたら美味しいかもしれませんねバターケーキもね。 うんまあ、子どもの頃にこのむつこいっていうか何とも言えん感じだったんですけどね、うん、で、まあえー、まあそんなことはさておきねでまあその12月25日にはもうクリスマスでね、えー、なんかこうろうそくをねふふきあの兄貴が吹き消すという感じですけどねうちの姉さんが姉がですねこうピアノを弾いてね「きよしこの夜」かなんかだと思いますけどね。うん <laughs> でまあでやっぱまあ、まあ、でもきょうだはあるという感じのそういうサイクルでしたねまあどちらかというと、ねいままあうまあ、クリスマスよりも正月の方がですねメインイベントでしたね僕の子供の頃っていうのは、うん、正月の方があなんかこうマックスであの冬休みの始まりっていう感じの。 <laughs> でしたねあのクリスマスの日はね、うん、あまあそんなことはさておきで、まあ、皆さんもね思い思いのクリスマスという思い出があると思います。でまあ今日はですねあの今朝からですねちょっとこう今日はああのちょっとよ所要があってですねあのギターをですね、えー、引,っ張り引っ張り出してね、えー、ギターを弾いて、まあ、音をとって,て、えー、いたわけですよ。 うんあのー、最近の曲のね、うん、ちょっと頼まれてでその時こうそれをギターを奏でながらね考えたんですけどおまあお歌とか音楽ってその不特定多数にバーっと届けるイメージがあるけども僕の場合はそれじゃなかったなと思って、あのーまあ、作る時もそうでしたし、あのーまあ、ライブハウスでね 僕のちっちゃいところで歌ったりとかまあいろんなイベントとかでね演奏させてもらったりする機会が多かったんですけどどちらかというともうほんまにえあの目の届く範囲にいてる人ばかりなのでほんまに一人一人のためにその時間を共有するというかうんそういうふうなスタイルやったかなまあそ,うそういうふうにやったんやろうないうのが。 ふっとね、こう演奏しなこう音を取りながらあ考えましたね、うん、あの誰か,なんかのパーティーとかそういうなんでこぢんまりとしたところで、うん、そこでそこにいてる方と一体感になるようなあ気持ちを一つにするっていうか、うん、そういうふうな感じのおスタイルやったと思うしそういう役割っていうのがもしあったとしたはそうだったんかなと思ったりもしますね。うん 場を束ねるというか音楽にはそういうねあのパワーとかをキュッと一つに束ねるパワーがあるような気がしますしねなんかそういう体験はやっぱりあのしましたしえまあどちらかというともう,ねもうこの数年はライブに行ってとかいうパターンが多いんでね特にさっき言ったこ今年はまああのパソコン越しに <laughs>。 まあ傍観者のような感じでうんでまあ音楽と付き合う,う感じが多かったですね。でまあ今日まあそれと同時にですねえまああの納品をねさせていただいたお客様からねあの心温まるメールを,を頂戴しましてねまあもう本当にねあのそういうメール一つ一つがですね,えねお喜びの声っていうかうんその一つ一つがですねあのとってもこうパワーにつながりますね。 やっぱり僕らは僕みたいなこう仕事っていうのはね明日がねそ,のその時その時が今日を生きるためにいいことねあのがもうリアリティに感じるようなね仕事なんでね明日の予定がとか来年の予定がとかね見えてるような仕事でもないんでえやっぱその一つ一つのことっていうか目の前のね出会ったお客様 あというかまあのために、まあ人まんまに人手多数よりもまんまにお一人のために、えー、心を燃やして、えー、それで、えー、なんていうのかな、それをねお喜んでいただいていう感じかなと思いますね。うん、あのー、すごいね心がね温まりましたね。なんかこうね実際にはお会いしたこともないし、えー、ね。 あのお客様にはもう僕の顔とか様子っていうのはこういうね配信とかでえねあの伝わってると思うんですけどでただあのね僕の方は文面とかそういう,ふう,ねあのそう,いうフレーズとかのフレーズっていうかそういう言葉でえなんかくみ取るっていうかねあのそういう雰囲気っていうかお客様のね うんあのしかないんですけどもただまああのすごくねあのここまあのクリスマス前でしょいろいろこうおねなるべくクリスマス前にお届けしたいなということもあったりしたしあのなんていうのかなもう心がですねあったまりましたね。ううんんああののののだからこななていうのな気持ちの 交流というか、うんね、逆にもう僕の方が逆,逆に感謝な気持ちなんですけど「ありがとう」という言葉をですね、えー、ねえいただけるというのはあもう何て言うの制作者の冥利につきますし「うん、あボビー・アートレザーにと出会えてよかったな」って思ってくれることが嬉しいですし、うん、そ,のそのためにね、えー、こういうことを、ね、お,一人お一人のためにね うん、や,やってる活動っていうか、うんまあ、そういうキャ,、まあ、キャパシティというかね僕のキャパシティもそうですけど多分不特定多数とかにで、えー、皆様はいかがですかという感じで多分やってることは僕のこのスタイルにはあまだは,は,はまらないんやろうなあいう気がしますね。でそれはあのこういうねあのこれ一本でね、えー、暮らしてるわけですから。<laughs> あの それに尽きるわけけなんですけどね本当は一人でも多くの方とねえい,ううもいう感じのイメージがあるんですけどもやっぱりえこのブログもそうですしえまあいろんな方が見てくださるということもあるんですけどこの放送もそうですし配信もねただあ,のあなたに向かっていう感じであなたたちにっていうようなしもう一人,人もうねのためにためにっていうかまあその方と もうマンツーマ,マ,マンという感じかなもうもうそ、うん、一対一、えー、差し向かい、うん、そういう感覚でね、えー、あのマインドでいますからね、うん、でそ,れそういうふうな思いを、まあまあ、ブログとは、まあ、手紙みたいなもんかな、うん、その一人にあげた手紙をですね、えー、まあお伝えして、えー、それをにね何年か後にうん でこうやって、えー、ねあの多分あのなんていうのオーダーをねいただくまではあやっぱり何年もタイムラグもあったやろうし、うん、悩んだりするじゃないですか僕でもそうですよ。うんね、数百円のアプリをあのなんていうの,あの有料版にするのもどうしようかなと思うぐらいですからね。 実際に物を見てえ何ていうんですかああ確かめて試着していうわけでもないじゃないですかネットなんでね僕なんか特にだからすごくうこう何て言うのな悩みもあると思うんですけどその悩みを一つずつ解消して差し上げるのがまあこういうね少しでもまあ何て言うのなこういう配信であったりブログであったりするわけでねうんだからそういう,うあの何ていうのな あのそういう不安をね一つずつね取り除いていくことがまあ仕事かなと思います、ねうんまあそれのこともあってこういう配信とかで僕なりの人なりもねちょっとぐらいは伝わるような気がしますし何、えー、て言うのかなブログを通じてどういう思いで、うん、あの取り組んでいるのかとか。 うん、今,今朝ねあのメールをいただいた方もですねあのどちらかというとおもうどのあの、ね、5年前の5年前ですよ5年前のブログ記事を見つけてくれてそれで、えー、オーダーをいただいたんですね5年前に書いた記事ですね。うんあのもう 著名なアーティストの方にですね <laughs> え制作させていただいたまあハットなんですけどそれをその記事をねえたまたまご覧いただいてでえあのなんていうのかなお悩みっていうかサイズ的にちょっとねあの大体こう一般的にはないぐらいのイメージなんですけどという感じでそれでもう僕の方で対応させていただいてね うん、ほんまに世界で一つのおハットをですね、えー、お届けしたんですけどもね、うん、すぐずいぶん、うん、ね型紙から作るから待っていただいたりはしたんですけどもねそれでもお,お喜びの声をね快くう <laughs> あの僕のアンケートもですね頂、うん、い,いて、えー、本当にね、えー、なんかこう気持ちがねあかくなりました。ねまあ僕にとっては最高のクリスマスプレゼントです。うん まあそんな感じでね今日は不足といた数よりも一も人のためにということを、ねえー、いつも思ってるなということをお話しさせていただきました。で、ねえー、まあね明日はクリスマスイブですよねまあどっちらかというとクライマックスですよね。全然ねえー、くれるよりもね体に健康に、ね、気をつけて、えー、今日も最高の一日をお過ごしください。それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。 Bye.